ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を討ち果たすこと、そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に彼は幾多の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ？まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか？ええ、なんだかピリピリしてる。何かあったに違いない。お前たち急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、巨人の群れはウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避ければならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。はっ！エルヴィン、どうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。